はい、今回はレースラベンダーというラベンダーの仲間の育て方をお話ししていきたいと思います。ラベンダー大きく分けるとですね3つあります。はい、このレースラベンダー、そして北の国からで有名なフラノ、ね、北海道で植えられているようなラベンダー、これはイングリッシュラベンダーと言います。そして、もう一つフレンチラベンダーと、全部でね大まかに3つの種類があります。はい、で、このレースラベンダーは、屋外で越冬はできないんですが、その代わり年中一年中花を咲かせるというタイプのラベンダーです。はい、香りはね、香りなんかね、鉛筆削った後のような匂いというか、独特のね、あんまり、ラベンダーのいいスパイシーな香りっていうのはないです。ちょっと独特な香りがします。その代わり年中咲く、そういったラベンダーです。レースラベンダー。はい、育て方はそんな難しくないです。非常に強肩で、大きな鉢に植えてあげるとすごく大きくなってね、ずっと次々と 花芽が上がって、次々と花が咲きます。はい、で肥料と水しっかりやってください。そして、日の当たるところに置いてあった方がいいです。あんまりね、こうジメジメしたような場所はまあ大丈夫なんですが、あまり好まないので、まあ、ちょっと乾燥気味の方がいいと思います。はい、でこうね、花がこう花茎伸びてこう咲きますね。で花がこう先の方までパパパって開いてって、終わったらこう花茎だけポチッと切ってください。そうすると次の花芽が上がってきますから、この手入れだけで、一年中このレースラベンダー花を見ることができますから、寄せ植えの中心とかね、そういうような感じで使ってあげると非常に、映えると思います。ということで、今回は一年中花が咲き続けるレースラベンダーの育て方をお話ししました。